写真拡大。宮崎での一次キャンプを打ち上げた巨人は13日から沖縄・那覇で二次キャンプをスタート。入団4年目の昨季、史上最年少で打率3割30本塁打100打点を突破した若き4番打者岡本和真内野手22が夕刊フジの単独インタビューに応じた。伝統球団待望の生え抜き手法は捉えどころがない。豪快なアーチを支えるのは繊細な打撃理論。普段はとぼけたキャラなのに激痛を押して全試合出場のど根性。物欲が薄い悟り世代の顔をしてプロ野球選手を目指した理由はお金持ちになりたいから。秘めた素顔をちょっとだけ見せてくれた。して笹森凛、今日はよろしくお願いします。その前にちょっといいですか。僕の自主トレ公開の日1月18日の取材いなかったでしょ。すみません。同じ日に巨人のスタッフ会議があり、原監督狙いでそっちに行きました。ダメでしょ、ちゃんとこっちに来ないと。そういうところですよ。失礼しました。始めてもいいでしょうか。昨季まで同僚だった広島長野が先日、昨季終盤に右手への死球で重傷を負っても試合に出続けたことを褒めていた。中ああ見えて根性がある。今の巨人で痛くても出るのは坂本勇人と和真くらいと。マジですか、嬉しいですね。実際あの時は手を握るのも精一杯でした。ボールも投げられないし、けど痛いのってビューンって息切ったら痛くないじゃないですか。え、そういうものですか。痛いのを怖がってやると痛いけど息切ったらいいやってなる。そんな感じ。ただ出るって言ったんですけど、チームに迷惑を多少かけたのは心残りですね。故障の影響でしばらく打てなかったが、阪神とのシーズン最終戦甲子園で2本塁打100打点に乗せた。無言でにやり。根性でチームでただ一人全試合に出たのは立派。普段は体育会系の根性バリバリ感はないが、昔からそういうのは表に出ないタイプ。でも人に負けるのが嫌なんです。それに痛くて退くのって恥ずかしくないですか。あの死球も自分で当たりに行ったようなもんだし、表に出ないといえば一般的な野球選手らしい物欲はあるのか。いい車は乗りたいですよ。いい服も買いたいですし、メディアさんの前で出さないだけ。調子乗ってると思われるのが嫌なんです。プロ野球選手になりたいと思ったのも、野球が好きなのはもちろんですが、やっぱりお金持ちになりたいから。子供の頃、ドラフト1位で1億円やって、おじいちゃんと言ってた記憶があります。同年代にはまだ大学生もいる。収入面では大きな差がついた。今期年俸は昨季比6800万円増の8000万円。推定。友達ともそういう話はしますよ。ええなぁとか言われたら、遅いか早いかだけやろ。俺ら選手寿命、短いから。お前らみたいに60歳まで働けんやろって。そういう達観というか、野球バカにならずに済んだ理由は、授業中暇でずっと本を読んでて。
それが生きてるかも。今も読書？いや、授業中に読む小説が面白いんですよ。ジャンルは、何でも読みます。政治の話とかも出てくるから、いろいろ知れるし。面白かったのは、桃田直樹さん、有川浩さんの作品とか、宮部みゆきさんのレベル7テレビドラマ化もされたサスペンス小説は600ページ以上もあって、上下2段組。それを1週間で読んだの、すごくないですか？確かに早いが、授業は聞かないのか。勉強には興味ないです。では、野球の話を。昨年9月1日の中日戦名古屋ドームで藤島から打った27号バックスクリーン弾は理想的だった。あれは本当に力感なく打てたが、毎回毎回バランスよくは打てない。投手はそうさせないようにしてくるから、その中で崩されても、詰まっても打てるようにしたい。そうなれば本数はもっと増えると、田代富雄さん前巨人2軍打撃コーチ、現 DeNA 1軍チーフ打撃コーチはずっと言っていた。昨季33本塁打の内訳は、基本的にほとんど詰まってたし、まともに芯で詰まっても押し込めるようになってきたとは感じます。では最後に月並みだが、今季の目標を、自分の成績も、チームの成績もいいのが一番の理想。日本一を経験してみたい。その中で自分自身も今年は貢献したぞと思える一年にしたい。野球以外の目標は、ゴルフで100を切る。